愛徳基金会は中国キリスト教協会の関連団体で中国のクリスチャンのボランティアが参加し主に中国の貧困地域を助ける会である。本部は南京にあり、海外では中国の貧困地域への語学教師の派遣、中国最大の聖書印刷所である参加の愛徳印刷会社などで知られている。南京にある 愛徳基金会本部愛徳基金会は1985年に文化大革命時代の宗教への特にキリスト教への迫害の反省から中国のプロテスタントにより設立されたと言われていて信仰から社会的行動への機関である。日本キリスト教協議会とは中国の貧困地域への日本語教師の派遣、また中国のキリスト者の日本訪問に際して関係している。 愛徳印刷会社の入り口愛徳基金会の関連会社である愛徳印刷会社はやはり南京にあり中国最大の聖書印刷所である1988年に設立され聖書協会世界連盟の技術的資金的な援助もあり中国語及び少数民族の言葉で聖書を印刷している2007年12月には それまでに5000万冊の聖書を発行したと発表されている。印刷される聖書の大部分は中国語聖書の翻訳でプロテスタント用の和合本版が多いが、最近はカトリック用のマキレイ聖行もここで印刷されている。聖書は中国では一般書店では売られておらず、比較的大きな教会に付属した売店で販売されている。ありがとうございます。